はい、どうもミュラフガです。お久しぶりのミューラジオ、今日、撮っていきたいと思います。今日が、3月の12日ということでですね、今日の YouTube なんですけれども、歌動画ねアップしようと思ったんですけど、久しぶりにミューラジオやりたいなと思って、ちょっとミューラジオアップしたいなと思います。よろしくお願いいたします。いや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 、ということでね、今ね、僕はね、今の時刻が、18時なんですけれども、この時間僕このあと30分に家出て、はい、7時からリハーサルがあるんですけど、それをちょっとやる前に腹ごしらえをして、向かおうかなと思います。最近は本当にね、納豆キャベツというものにハマってですね、納豆とキャベツと、マヨネーズをかき混ぜて、なんかちょっとなんかコールスローサラダみたいな感じにして食べるんだけど、それにちょっとハマりすぎちゃって、でしかもお腹いっぱいになるっていう、そういうのもあって、わい、めちゃくちゃいい料理見つけちゃったなみたいな。まあ僕が勝手にね、僕が見つけたわけではないんですけれども、なんかバズレシピってやつがあって、そのレシピをちょっと試してみたらめちゃくちゃ美味しかったってだけなんだけど、そんな感じでねやっていきたいなって思うのと、今日はね、なんか風化食堂みたいになっちゃってんだけど、ミューラジオだけどね、本当はね。そう、今日はねコストコに売ってる茶碗蒸しの素みたいなの知ってます？みんなコストコに、ふわとろ茶碗蒸しっていう、なんかこう茶碗蒸しの素みたいなのがあるんですよ。これと卵を入れれば、あとそのレンジでチンすればできるっていうやつなんだけど、それをねちょっと今日ね作っていきたいなと思います。まあ納豆キャベツ食べて、このふわとろ茶碗蒸し食べれば、まあまあまあ持つんじゃないかなと思います今日は。まあでもね、このね、なんだかんだやっぱ夜とかお腹空いちゃうんで、本当になんかこう我慢戦いなんですけど、まあそんなこと言ってらんないよなって話なんで、今日もしっかりねやっていこうかなと思いますよ。ということで、卵と納豆とキャベツ取り出して、マヨネーズね。いやー、本当にね、もうライブが近くなってきて、すごくやっぱいろいろライブに向けてやることがとても、まあいつもそうなんですけど、やっぱライブってすごくね楽しませてもらいながらも、欲しいなぁと思いながらやってます。まあそんな感じで、最近はもう本当にライブに向けていかにこうライブを良くするかみたいなところで準備を進めてるんですけども、まあ難しいね、本当に難しいよ。やば、溢れたんだけど。はい、ということでね、今ね作り方めっちゃミスった俺。先にこの茶碗蒸しの素を溶かさないといけないんだけど、卵入れる前にお湯と、うわっ、完全にやらかしました僕は。今も全部一緒です、全然溶けてないし。
なんかね、いつもね、こうね、こう見ないでやっちゃうから、いけんじゃねみたいな勢いでやっちゃうと、大体失敗するっていうのがオチなんですけど。まあまあ、そんなもんですよ、でもね。人生やっぱ自分で経験しないといけないわけですから、そういうもんかなとか思いながらも、まあ後悔はしてるんですけど、こんな感じでやってます。今日のリハはまあバンドメンバーさんとのリハではなく、ちょっといろいろスタジオに入って、僕の自主練っていうか個人リハっていうかのちょっとやりたいなと思ってて、今日は。いやでも本当最近そんなばっかなんですよね。最近は本当にそんなんばっかで、まあ時間あれば個人リハして、まあ、ちょっと怖いからさ、ただでさえ心配性だから、やらなきゃみたいなって感じでやるんだけど、そうやるんだけどみたいな感じだよ。レンジでチンをしてる間に、キャベツ、キャベツの千切り。まあこれね、なんかね、ミューラジオでやるっていうか、まあ、ツイキャスとかでよくやってんだけど、まあでもそんな感じで今日は行こうかなって思います。本当に、なんだろう、いろんな企画っていうか、まあライブに向けてみんながこう、まあ驚くようなことしたいなと思ってて、まあただそのいろいろね、あのやろうと思ったんですよ。例えばなんだろう、あのネタバレになっちゃうかあんま言えないんだけど、まあ要はライブで想像するようなワクワクするような問題ものをやろうと思ってたんだけど、なんかねコロナの影響でそれもねできないみたいな、その飛沫の恐れとかあったりするから、なんかこうちゃんと今までのなんかライブを超えたいんだけど、すいません失礼いたしました、ちょっとマヨネーズか、思いのほか大きな音が出て、そうだったんだけどね、なかなかね、そうなんかいろいろコロナの問題とかもあってできないものが多くて、まあでもそれでもみんなに楽しんでもらえるように、まずは頑張っていきたいなと思いますので、みんな楽しみにしててほしいなっていうのと、あとは楽曲がね、配信されるんですけど、ちょっとまあミューラジオを聴いてくれてる方々に先にお話ししちゃおうかなと思うんですけど、アルバムが出るかもしれないですはい、もしかしたらアルバムが出ちゃうかもってやつです。なんで、皆様ちょっとね、本当2月中にね出したい曲とかあったんですけど、いろんな兼ね合いで出せなくて、なんでちょっと、まとめてって前話したと思うんですけど、アルバムを出したいなって思ってるので、みんなにぜひ聴いていただきたいなと、はい、思っております。みんなが言ってたこの曲あれに、なんだろう、アルバムに入れてよとかあったじゃないですか、噂の曲、それとかもちょっとまあ入れたりとかしようかなと思ってるんで、
皆様ね、そちらの方もね、もう朗報だったんですけど、今のは楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということでね、茶虫、あふれ返っております。失敗しました。はい、欲張ったから、あふれております。最悪です。びっちょびちょです。電子レンジの中。はい、そんな感じで今日もラジオ終わります。ありがとうございました。バイバイ。何度もそう。